はい、こんばんは。今日はですね、第5回、ということで、都道府県漁業調整規則ということについてお話をしていきたいと思います。この漁業調整規則ですけども、いつものテキストのですね、7ページを今日はやっていきたいと思います。で、漁業法ではですね、磯は実機や沖は入り合いということで、磯の実機の部分はこれまで説明してきた漁業権によって地元の漁村が自主管理をするという形になっています。それに対して沖は入り合いと言いますか、その他のところ、漁業権以外のところについては、ルールを定めましょうということで、その地域の実情ごとに、都道府県ごとにルールを定めているのが、この都道府県の漁業調整規則というもので、知事が定めることになっています。で、具体的にですね、この、都道府県漁業調整規則の内容ですけども、今日はまあ、一般の方々が多いことを想定してお話していきますけども、遊漁者との漁法制限というのがあります。一般の人たちがですね、実際に使えるようなものをですね、ずっと制限列挙と言いますけど、挙げております。で、テキストの一応25、26ページというところに入っています。ただこれはちょっと資料が古いので、最新版はですね、この水産庁のホームページの遊漁の部屋というところにあります。解説のところにですね、この遊漁の部屋の、何ですか、アドレスといいますか、それは入れておきますので、そちらをクリックすれば入るようにしておきます。で、まず最初にありますのが、手釣り、竿釣りということですね。これはまた、後の講座でもゆっくりやりますけども、普通の釣りはですね、すべての都道府県で一般の人が釣ることができます。ただし、いわゆる引き縄釣り、よくモーターボートなんかでやる、そのトローリングですね。これについてはほとんどの県では認められていないということになりますので、これはね、勝手にやらないようにしていただきたいなというふうに思います。それから、タモ網、よくタモ網、網ですね。それについては、まあ、ほとんどの県では OK です。ただ、北海道なんかは、柄の長さが40センチ以下とかですね、網の幅が40センチ以下とか、そういう規定もあるところはあります。それから、投網です。で、投網については、川でやるのはまず待つですね。ただ、海の場合は意外と OK だったりしています。で、ただ船を利用がいけなかったりとか、夜間利用しちゃいけないとか、そういうような規制があるところがあります。それから、他にもあります。安ってあります。森じゃなくてよく、取ったぞーみたいな形で、こう、やるやつありますね。良い子がですね、やりますけども、ああいったものについては、OK なところ多いんですが、ただ、ゴムをつけた発射装置があるようなものですね。ああいったものとか、夜間使うようなことは禁止とか、水中メガネと一緒にやるものは禁止とか、そういった規定があるところがあります。これも先ほどのホームページで詳しく書いてあります。それから、ハグというのがあります。ハグって何？と思うと思いますけども、これは、磯金とか、熊手とか、除蓮とか、そういったものがあります。で、大きさの制限などがあったりとかですね、いろいろあります。あと、徒手採捕というのがあります。で、徒手採捕については、ですね、手づかみになりますけど、これはほとんどのところが OK になります。それから、あとありますのが、体調等の制限ということになります。で、テキストのこれは27、28ページにありますけども、いろんなね、ことが決まっています。で、テキストもまた見ていただきたいんですけども、体調とか前兆とかいろいろ表現があります。で、それはどこを言うのかというのはそのテキストの方を見ていただければいいかと思います。それから、禁止期間というのがあって、アワビは何月から何月まで取っちゃいけないとかいうのがあります。これは、それをね、違法に採捕したものを持ってちゃいけませんよというようなものもあります。から、禁止区域というのもあります。それから、漁法制限。例えば、電流を通じてする方法ね。それとか、水中銃とかは使っちゃいけませんよとか。そういったいろんな規定があります。で、ちょっと話が長くなっちゃうんで、まだ調整規則については、まだこれからいろいろありますけども、その続きはですね、また次回にしていきたいと思います。またね、この話が面白い、もっと見たいなと思う人は、チャンネル登録をよろしくお願いします。これまでもこれ5回目ですので、いろんな内容もありますので、ぜひそちらの方も見てください。そして、いいねもよろしくお願いいたします。